さあ、体型は縦一列徐々に崩れてまいりました。誘導と車間を切っている3番の月森、後ろから抑えて5番の脇本、残り800を切ったところで脇本がまず前を抑えました。元砂大庭は続いていって、3番の月森が4番手、これで前後夫人が入れ替わっています。先頭に変わった5番の脇本が後ろを振り返りながら流していきますが、追走が元砂、3番手が大庭、そして3番の月森、さあ月森依然として4番手で最終ホーム、この辺りで5番の脇本グッドペースを上げ始めました。2番手車間を開けて2番の元砂、3番手が4番の大庭、さあ最終の2コーナー、ここで中四国勢がまくっていきました。3番の月森がまくっていって3番手2番手、ここで2番の元砂が牽制を見せていく、おっと1番の原に転倒落車のアクシデント、4コーナーを回ってくる、先頭は5番の脇本、番手から2番の元砂優。